にちは、マスターピースの中瀬です。ちゅうです。今日はピスト乗りあるあるをちょっと考えてみました。はい、でもし10個以上当てはまる方がいたら、その人はもうピスト沼にがっつりハマってる重症だと思います。皆さんも一個一個ちょっとチェックしてみてください。はい、行ってみよう。おー、まず1個目。はい、パーツが増えがち。めっちゃわかります。特にハンドル増えないですか？うん、あのライザー、ドロップ、ブルホーン筆頭に何種類も増えてくる可能性があります。うん、それはしょうがないですね。2番。はい、お気に入りのパーツが見つかってそっから組み出すっていうパターンもある。あ、フレームが先じゃなくてパーツが先っていうやつですね。そう、例えばクランクが手に入った、うん、そっからどうやって組むかとかっていうとこでだんだんチャリが増えてくる。はいはいはい、あるかもしれない。そう。3番目。はい、2台以上所有してくる。それは普通にありそうですね。そう、私2台です。中さんは、何台だ？5台、6台。うん、あのマスピのお客さんにはもう9台10台っていう人もいるんですけど、どんな家に住んでんのかね。ねえ、だから結構ね、あの自分が住む場所、うん、で、まあ、家賃払ってんだけど、うん、だんだんチャリが増えてきてチャリが置けなくなったっていうんで引っ越すやつもいるぐらい。4番目。はい、シーポスの長さが気になる。ああ、ちょっと長めに出したいですもんね。そう、もう2センチの攻防っていうのがすごくって、もう2センチだけどうしても伸ばしたいっていう人がね、うん、あのトムソンの文字が綺麗に出したいとかね。そう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 、うん、中にはあのペダルにちょっとこうウレタンフォームをあの貼って底上げしてる人もいました。そう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 。5番目。はい、パシュートに憧れがち。いや、これ結構あるあるですよね。うん、だって止まっててもかっこよく見えるからね。うん、ホリゾンタルとか、うん、スローピングに比べてもう止まってても速そうに見えるからね。うん、かっこいいもんな。これは間違いないでしょう。6個目。はい、カーボンや、バトンリムに憧れる。そうですね、それは誰でもみんな通る道じゃないですか。1回はバトンつけたくなりますよね。そうで、バトンやっと手に入れたのに、うん、もういらないって言って行っちゃうやつがいるけど、うん、絶対それをするなって言うんだけど、あの同じバトンホイールを最高5回ぐらい買ったやつがいるからね手放したのにまた欲しくなって、そう絶対売らないべきですよね。まあ飽きてもまたサイクルが巡ってくるから絶対手放さない方がいいってことですね。7番目。はい、トムソン、フィル、エンビ、はい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 、とうとうに憧れがち、うん、クリス・キングもそうじゃないですか。そう、みんなは大体欲しがる感じですもんね。うん、8番目。はい、人のピストを褒めたりするけど、うん、結局は心の中で俺のが一番と思ってるやつが非常に多い皆さんどうですか、これ絶対みんなうなずいてるはい、次、9番。はい、信号待ちでトリックしがち。これはスタンディングかな。うん、多分ね、中瀬さんの場合はね、バースピーしたりロングスキットで止まってみたいな、うん、いろいろバリエーションできるけど私はスタンディングぐらいかな。うん、だってバースピンできるピストってかなり限られるからね。うん、でもなんかそういう信号待ちもなんかちょろっとできるのがピストの醍醐味ですよね。そうで、10番目。はい、クローム持ちがち。クローム、はい、うん、ブランドね、うん、はい、持ってます。中さんも持ってますよね。持ってるね。11番目。はい、スニーカーにこだわりがち。いや、それあるでしょ、バンズ率の多いこと、うん、価格的にもそんな高くないし、うん、フットブレーキするのもね、そう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 、あの底が頑丈だから安心ですよね。うん、で12番目。はい、
マッシュに憧れがち。いや、これはあるあるというか、みんなマッシュからピストンに入ってくるんじゃないですか。うん、まあほとんどの人がマッシュって何っていう人はいないぐらいね。うん、あの検索するとポテトの料理とか出てくるけど、ピスト業界でマッシュってって言ったらもうやっぱりね。はい、よかったら YouTube あのチャンネルの動画貼っときますんで見てみてください。13番目、はい、雨の日には乗らない。これはまあね、チャリを傷めたくないですから、うん、で汚したくないとかね、スキッとできないとかね。あ、そうですね、雨の日ちょっと寂しいですよね。そう。14番目、はい、カメラに凝りがち。いや、これ中瀬さんだけかと思いきや、いやいや、お客さん結構カメラ好きの方多いですよね。うん、だって結構ね、カメラとピストって同じような性格があるからね。うん、あの例えばこのボディ買って、うん、レンズ何つけようっていうので、うん、あのね、いいレンズ買ったらいい写真撮れるなと思うけど、うん、実はそうではなくって、うんうん、あの自己満足、はいはいはい、っていうところで非常に共通点がある、はい、ちなみに東京にいる頃は、うん、このフード、はい、これをとっかえひっかえして、うん、結構遊んでて、はい、フードコーディネーターと呼ばれてた時期がありました。そっちのフードで。そう。15番目、はい、クリエイティブ系の職業の人が多い。これ結構当てはまるんじゃないかな。私もそうですし、中瀬さんも一応そうですよね、うん、上の連中全員そうだしね。うん、でうろうろしてる中川さんなんかもそうですね、うん、他のお客様でもなんかやっぱこういうあのクリエイティブ系につながるお仕事、カメラマンもいらっしゃいますし、なんかね、デザイナーも結構いらっしゃいますよ、うん、建築系も結構多いよね。そうですね、建築系も多いですね、うんうん、あと 何か作ってる、職業的に何かを作る人も多いかな。そうそうそう、うん、っていうのがロードにはない魅力かな。魅力ってどういうこと？要するにロードバイクとか、マウンテンバイクっていうのはこうしなければならないっていうルールがやっぱりきついっていうかあるから、パーツのなんて言うんでしょう、合わせ方上どうしてもルールに沿わなきゃいけない部分があるんだ。 それがピストはもうフリーっていうか、うん、何でも OK っていうところがやっぱりクリエイティブな部分とやっぱりシンクロするところがあると思われます、うん、でも確かに自分でカスタムを考えてる時ってデザインをどうしたいかって考えてる感じ格ですもんね、うん、そうそうそう、面白い。だからそうなんか。16番、極力余計なものをつけた柄ない。はいはいはい、これもあるかもね、うんうん、あのサイクルコンピューターとか、確かにスタンドなんて真っ先に取っちゃうしね。そうだから、サイコンなんかつけてるやつ、まず1年のうち1人いるかいないかぐらいだもんね。いないいない。そうですね、キャリアつけてる人もたまにはいるけど、うん、そんなにいっぱいもいないしね。で気がついたら外してたりするしね、うん、以上16個ピックアップしてみました。皆さん何個当てはまりましたか？10個以上あの思い当たる節があれば、あの結構重症なピスト患者ですね、うん、はい、そんな方はあの継続した治療が必要ですので、マスターピストに遊びに来てください。僕の店にはご存知の通り重症患者がいっぱいいますのでお気軽に遊びに来てください。はい、皆さんもこれ俺的ピストアがあるっていうのがあったらコメントで教えてください。今回も見てくださってありがとうございました。もし気に入ってくれたらチャンネル登録お願いします。バイバイ。